るお守り、いやはもここお守りさ結構テレビで全国放送されたわけ言ってたね、しておばさんこれを全国放送と分からないでいつものカメラ持ってくるおじさんのうちの一人だと思ってるってさ言いたい方で言ってんのはいいんだけど笑い方もすごい下品だったらってですね笑い方こんにちは、達郎です。ここは、沖縄県は、浜比嘉島ですね。浜比嘉島浜比嘉島の、比嘉方面ですね、こっちは浜と比嘉で言うと橋渡って、ここを左は比嘉、ね、右側比嘉方面の、奄美中の墓のとこにある、まあなんと言うんだろう、これ露天、露天風呂じゃないよ女ボケ、露天なんて言うんやろこれ、なんて言ったらいい、野外パーラー、青空パーラー、青空パーラー今つけたやん、青空パーラーいいんじゃないね、青空パーラー今つけたとに来てるんですけどここは僕がねもう何回かね来てて、まあ休みのや、まあね、あの時間ある時は来て、まあ、なんやかんや話をしたりはするんですけど、一回動画で映ったことがあるんですけど、そこのちょっと詳細というか詳しいことをねお伝えしていこうと思います。でこの青空パーラーはもうね一人でやってるんよね。はい、そうです。ちょっとお名前だけいいですか、下の名前だけ。くみちゃんです。くみちゃん、くみちゃんがもうこの青空パーラー、青空パーラーもう今つけたんやろこれ。でも中には、何パーラーなの、何なのって言われた時に、はい、屋根のないパーラーでございますって言ってる。それパーラーやん、それただのパーラーやん。屋根のないパーラー。パーラーの基準って屋根やったよ。そうだ、パーラーでね、いろんなものを売っとると。そうしようしよう。じゃあまずこれやね、はい、これは何ですか、これは。これはね、もずくです。これはもずくです。はい、まあ、沖縄に来る人で、もずくが好きで食べるっていう人はむっちゃ多いのよ、やっぱり旅館顧客の人とかで。ね、でもずく、これは人、これどれ一袋どれぐらい入ってるの、これは。これ、ね、ジップロックで 400g 入ってるんですけど、 400g これ洗うと倍以上膨らむの。 400g が洗うと倍になる、はい、これ洗うっていうのは水で、例えばお湯とか湯煎とかで、水でも膨らむ。おいちゃんなんかはあの流し水しながらね、あのボウルとザルで、あのこのあのほぐしながら洗うのも、だいたい時間的にね測ったんだけど、お客さんに言うために8分で倍以上になります。8分洗うと倍ぐらいの量になると。いや、すごいね。で、これ、あの、僕もさっき聞いて驚いたんですけど、うん、常温で1年保存できる。はい、できます。いや、これが相当すごい、やっぱり。で、これ絶対にやっちゃいけない保存方法があるよね。っていうか、中にはデートって言うんだけど、じゃあ冷凍入れたらなんか質が落ちてたから入れないのがいいな。これは地元の人が言うから間違いない。これ冷凍したら、質が落ちる感じがすると。うん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 、だから、せっかく常温でね。カサカサする。あ、ちょっと乾燥するというか、パサパサしちゃうんや。そう。あ、なるほど。やっぱせっかく常温で保存できるから、もうこれは常温で保存すると。これ、1個いくらで売ってるの？これね、350円。じゃバカみたいな値段よ、これ。これだって国際通りとかって買ったらもっと高いし、もっと質悪いよ、多分。ね。わかる。中にはね、水ちゃっぽんちゃっぽんしたの思って、うん、そうそう。おばちゃん、これ800円で買ってきたって見せるお客人がいて、ちょっとそれは。ちょっとショックしたよ。ねえ、ショックやね。他には、これはね、黒糖ぜんざいともずくシークワーサー。開けて大丈夫？ちょっと開けるよ。見てみる？見てみる？おいしい。見て、手間のかかったぜんざいでございます。手間かかっとるな。だぜんざい、沖縄のぜんざいって、はい、あれよ、くみちゃん、ぜんざいってね、内地のぜんざいってあったかい。そうってね、そう、内地のぜんざいはあったかいのが普通。でもこれ沖縄のぜんざい、これ、これ冷たいんですよね。これね、一応は本当は沖縄ぜんざいは氷ぜんざい、かき氷。そう、かき氷にね、あの小豆かけてっていうのがぜんざいやけど、これはかき氷ではないけど、小豆とこれは冬でも食べれるし、冷やしぜんざいで売ってる。いやー、美味しいよ、これはもう確実にね、うん、これよ、これは今美味しいよ。まさに今さっき見せたもずくを水で戻して、そうこれシークワーサーで、シークワーサーでこれはやってんの。これね、シークワーサーだけど一応生じゃないので、普通のね、あのスーパーで売ってる柑橘系のものあのおばさんなんか指揮官って言ってからね、500ミリリットル入って400円ぐらいので使ってるんだけど、はい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 、これでこれね、ほら見て、
うちのね、婦人会の大先輩の弟子。うわ、すごっ。教えてるよ。これ、作り方ってこと？そうそう。レシピやん。そう。めんつゆ、酢、砂糖。いやー、これでね、結構ね、買っていったお客さん、これでやったらすごい美味しかったってからに。秘伝のレシピよ、これだから。そうそうそう。でも教えてるよ。全然教えちゃうのね。門外不出じゃないよ、全然。めちゃくちゃもっと門出てるやん。お客さん、結局ほら、買っても作り方がわからないっていうから、なるほどなるほど、もうどうせなら美味しく食べれるんだから、食べてほしいからね。いいかなと思ったらね、結構若い人でも、これ、買っていって、おばちゃん、結構美味しかったってからね、結構またもう、あの来た時必ず買いに来るよ。いやー、なるほどね。これよ。はい。俺これがすごいいいなと思うね。あ、すいません、喉乾いてた。水分補給のタイミングがおもろいけど、ね、これもずく塩って書いてるけど、何、どういうこと？普通の塩と、これね、このもずく、このもずく自体をミキサーにかけて乾かしたもの。あ、粉砕してるんや、もずく自体を。もずく自体を、これもずくだけの塩で、福井団たっぷりの塩。はあ。これね、特許取っておりますよ、これ。あ、これ特許まで取ってる、はい、すごい。これね、うちのね、島のね、親戚の夫婦がね、うん、まあ、最初、まあ、小さくながらやっていたんだけど、うんうん、今はもう、結構あちこちから買うものだから、沖縄市で大きい工場で今やってます。うわー、じゃあしっかりもう構えて作ってんねや。はいはい、で、これだってさ、瓶。はい、瓶詰めと袋のまあスペアというか、はい、入ってこれだって550円やで。安いよ。むっちゃ手間かかってんねんで、これ。そう、またね、これごま油と相性がいいの。あ、ごま油食べてみる。はい、ごま油、ごま油、これね、ごま油とのね、相性がすごいいい塩でね、うん、食べてごらん。ちょっと塩いただきますよ。あれって思うはずよ、普通ただの塩辛いじゃないからね。お店はあちら奥になっておりますので。 あれなんやろ、はい、ね、美味しいでしょ、美味しいでしょ。あ、うまい。なんか、うん、ただの塩の変な辛さじゃない。じゃない、そうそう、うん、優しい、優しい、めっちゃマイルド。これでね、生のキャベツなんか刻むでしょ、刻んでごま油かけて、これかけて、この塩でもむだけ美味しい。うわ、うん、でこのね、青空パーラーはね、よくよく考えたら、はい、クミちゃん一人でやってるわけじゃないんでね、これは。そうです、うちには店長がいます。ペンペン、これ店長のペンペン、女の子。かわいい。かわいいね。ごめんなさいね。こんなにしてる、かわいいよ。これ写真じゃない、もしかして店長。自信。あ、かわいいね、ペンペン。かわいい。ペンペン。自信。愛がすごいな。そうでね、ここ場所が、まあ、浜比嘉島とか言ったんやけど、すごいいい立地で、もうこの、海もね、海も目の前で、でここが奄美中の墓なんやね、いわゆる。でも右の奥だよ。うん。ここに、右に曲がって奥行ったら奄美中の墓があって、そこでまあ手合わせてっていう、まあ沖縄県内でも屈指のパワースポットやね、ここは。でこれ、ここの青空パーラーもまあそうなんやけどね、ここ来る途中にもあるよね、パーラーが。パーラー？はい。浜比嘉パーラーです。浜比嘉パーラー、はい、あそこには何があるんですか？あっちにはね、もうあのお守り。お守り。そう。今ね、あそこでね、向井ちゃんって北海道出身の子がね、パーラーやってるんだけど、一応この子がね、もう 4、5年、あの、もともと市役所の方でね、あの島活性化の仕事やっていたんだけど、して3年か4年ぐらいね、うちの島の婦人会とともにね、いろんな行事しながら、いろんな島のことをやってもらって、やった先に、たまたまここは神の島として有名なのだから、向井ちゃんがお守り作ろうかって言えば、おばあちゃんたちに教えてあげたのよ。で、それがきっかけでね、今お守りあるんですけど、このお守りの中にはね、神聖なる場所から塩水を汲んで、はい、こんにちは。話の流れ、流れのままに。他に食べ物とかも売ってる。食べ物はね、沖縄定番の、ポーク卵サンド。ポーク卵サンド。はい。向井ちゃんのところのはね、すごい味噌が美味しいの。普通味噌入れはするけど、もうやっぱりね、味噌でも味変わるからね。うん、そうやね。美味しいの。そういうのもおすすめだと。そう。なるほど。はい。ありがとうございます。それとまた、あ、結構ね、向井ちゃん、あ、お守りだけじゃなくてね、いろんな大きな石岩灯とかいろんな手作りのものを売ってるから。またかき氷。かき氷もいっぱい売ってます。
まあ、前菜はこっち冷やし前菜こっちでいいけど、あそこかき、かき氷もあるからね。そこは分けてね。ここ、いや、あっちも前菜あるけど、あっちも前菜あるけど、あっちは氷前菜です。前菜は、あっちはそうか、かき氷の前菜、ね、こっちは冷やし前菜です。あ、なるほど。ちょっと値段違いますけどね。はい、まあ、ということでね、浜比嘉島に、はい、こんにちは、いかがですか。もずく食べてみませんか。最初の方はお餅が3個。ここは浜比嘉島に上陸して道をずっとまっすぐ行くと、左側にちょっと大きい岩の島みたいなのが見えてくるね。あそこ車走ってると、そう、ここでしょ。そう、見えてくるから、そこの先行って車止めれるとこあるんで、そこ止めて歩いて入ったらここに来ることができるので、まあ奄美中の墓を調べたら来れるか。ならぜひね、来てみて、ぜひもずくとか買ってみていただければと思います。はい、ということでね、たまにね、僕の動画に出てきて、なんやろうなと思ってた人も多いと思うんですけど、こういうとこやったのでぜひ来てみてください。ここはい、おはちゃん有名ですのでね。じゃあまた別の動画見てください。はい、さよなら。